さあ、というわけで、トリタとスードブペロ、エンターテイメントペロチボディ。本日はゴブリンスレイヤーのラッキートリガーバージョンやってまいりたいと思います。こちらの台は129分の1をまず決める雨仕様でございまして、そこから 50% の確率で時短が引けるか、まあ、そのまま終わっちゃうかという、まず一つパターンがございます。そして、大当たり獲得時に 10% の確率でラッキートリガーが発動する。そして、取れなくても 70% で時短に行けるっていう感じみたいです。ですね、今回はこのカスタマイズでやっていきたいと思います。持ち玉あるんでね、とりあえずその持ち玉使って遊んでいきたいと思います。それではゴブリンしばいてまいりましょう。ゴブリンでやる、はい、25回転目で先ロリやってまいりました。おお、早速熱そうなやつ来ましたね。ゴブリンスレイヤーはね、実はプライベートで1回1パチみたいなので打ってるんですけど、その時だいぶひどくて、先読みとかが1回も来ないで600回転ハマって、あ、これもうおもろないわってなった記憶があったんですよね。あ、ただ129分の1だから、その前の319よりは、おお、ブル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 、このブルブルちょっと調べたけどね、出てこなかったんですが、おそらく最強ミサカのパターンとかだともう当たり確定ぐらいの厚さはあるんじゃないかなと思うんですよね。3冊まで行ったら 50% ぐらいあるみたいですよ。よく言えばね、会話は金色だったらよかったっすね。モリモリですね。あまりはね、こうやってね、演出がね、モリモリに盛られるからね、前みたいな319で600回転で先読みが来ないとかがないからいいですね。ゴブリンスレイヤーさん、依頼はあるか。はい、こちらになります。はい、今回のゴブリンは誰ですか。ゴブリンバラディン、もう何でもありですね。ゴブリンつけりゃ何でもいけるんじゃないですかね、この世界線。おっさんかという激安、おっさんの点直撃を激安、おっさんの脳天に剣刺さってしもうたんや、もうおっさんスレイヤーですや。ゴブパラはそこそこ熱そうですね。願わくば赤テロとかなんかチャンスアップが欲しいですね。あ、当たるとは思うけど、やっぱ心配っちゃ心配じゃないですか。なんかあると安心できるから。取り戻さない星の思い、これ大丈夫？うわー、演出は特にない。まあこのリーチ自体が熱いから、まあ大丈夫か、いけるか、いけ、ゴブリンスレイヤー3。おお、 1K で当てることができましたね。気持ちいい。剣もう一回落ちてくるのちょっとおもろいやん。一回倒したかなって思ったけど、オーバーキルしに行ってるみたいなことなんですかね。さあ、ここ図柄が変動すれば、お疲れ。まだここチャンスあるだろう。起き上がれ、起き上がれ、ウェイクアップ、ウェイクアップ、ウェイクアップ。残念、残念。おお、待って、4回転できたよ。4回転で先読みはやばくないですか。はい、昇級審査、こちらの方、あー、ブル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 、もうこれ当たり確定ってことかな。ここの演出はまあなんか、かとか量とかが多ければ多いほどいいみたいですね。貢献、貢献はしてますよ。今このパチを打つことによって貢献値を増やしてますからね。せやろがーい、量は強そう。あ、人格はもう圧倒的にいいですよ。平日の朝っぱらからね、パチンコを打ちに来てますからね。
あまりいい印象ではないですね。お、喧嘩か。お、お、ええんか俺。出るとこ出るよ。出ちゃうぜ。あ、出てるのは下っ腹なんですけどね。ヒヒヒ。おめでとうございます。そんな強くないって思ってたんですけど、調べたらめちゃくちゃ強いやんこれ。これはさっき見たやつですね。今回の討伐依頼は何くれるんでしょうか。なんすか。お、これはゴブリンな。これゴブリンで合ってる。原作知らないからまあどうとも言えないですが。お参加という激アツ。あれ黄色。さっきと様子が。お参加という激アツアゲイン。これは注目演出の一つですね。おお、やっぱ混沌の魔眼だからゴブリン関係ない人だよなこれな。ゴブリン関係ないからなのか期待度もちょっと少ないもんな。やっぱゴブリンスレイヤーはゴブリンじゃないとスレイヤーできないみたいなことなんですかね。手前の演出は熱いけどこのスペシャルリーチ自体はそんな熱くないからダメそうな雰囲気もしてるんですけどね。こっからダメとかある？ 93.2 引いてダメとかないよね。やば、当たったわ。よく当てたね。合計まだ30回転ぐらいしかこのパチンコ回してないんじゃないかな。はい、ダメ押しのもう一撃。ただここからやろがい。頼むぞゴブリンスレイヤーさーん。お疲れ。まだわからないさ。最後まで何があるかわからない。それが野球。よかった。まあ、とりあえずラッシュには行けましたね。まずはね、こちらの60回の時短を乗り越えていくのが大事。当たるんかーい。さあ、そのわけでここからはね、全部ね、1000発でもらえるっていう結構強いパターンなんですね。おっと、ラッキートリガーチャンス来ました。この5秒以内に勝つことができればラッキートリガーが発動されるみたいでございます。言うてね 10% しかないんで、まあ当たったらラッキーかなぐらいの感じで見た方がいいかもしれないですね。これに関してはあいおー、初めて行ったラッキートリガー。さあ、ラッキートリガーに入ったら110の時短がついて実質の確率は 90% でございます。お参加という激アツ。
あかん、めっちゃワクワクしてきた。さあ、そのわけでね、ここの113回転でもう当たった。さあ、バタバタ楽しんで参りましょう。ラッキートリガーラッシュ。113あればね、だいたいいけるんじゃないかなって思うんですよね。まあ、ちなみに、これ結構高速の時短のタイプなんでね、スッスッスッといって結構楽しく見れますね。さあ、当倍に戻ったということは、さあ、そんなわけで温泉パトンモードっていうね、なんか前回のゴブスレのパチで評判が良かったみたいなモードだったんで、これやってみたいと思います。このね、温泉パトンモードっていうモードは、右下にいるアヒル、このアヒルが違和感が覚え、キュイキュイキュインと言ったら当たりというね、シンプルなモード。まああと温泉だから女の子のウフフなもん見れるよっていう感じですね。突発的にね、キュイキュイキュインってなるから、やはりね、そういう一発的な告知をしてくれるから嬉しいよねっていうモードなんですけど、ちょっと待って、もう終わる？まだ4連ぐらいしかしてない。これまだあのラッキートリガーの楽しさをね、味わえてないんで、まだやめて。嘘？マジで？マジで言ってる？いやなことあらへんがな。まだ終わるには早い。だってラッキートリガー引いたんだもん。お疲れ。はい、というわけで今回はこれにて以上にしたいと思います。結果はこちら。スタートがね、2900枚ぐらいだったんで、おおよそ4000発プラスで終わりましたね。ラッキートリガーね、今回入れてね、満足は言ってんだけどなぁ。でもラッキートリガーってもっとこんなもんじゃない気がするんですよね。なんか、十分楽しめてないなっていう雰囲気はあるんですけども、まあ入れたから、よしとしますか。というわけで本日はこんにちは。お疲れ様、ありがとうございました。お疲れ。